どうも、ニュートリションラボラトリーの斉藤です。なんと今回あの宮沢先生と対談することになりました。実はですね、僕がですね、前職が近森病院におりまして、その時の上司が宮沢先生だということもあって、今回対談に決まりました。で、近森病院の時はもちろんお世話になりましたけれども、転職をして海老名総合病院に移ってからも宮沢先生、東京医科大に移ってきましたので、そんなこともあってですね、僕がこちらに来てからも悩んだ時とか相談したい時なんかは宮沢先生に連絡をしてですね、こういう場合どうしたらいいですかなんていうので、近森病院に行った時だけではなくてですね、今現在も非常にお世話になっている先生です。まあ、皆さんあまりご存じないと思いますけど、実は近森病院の時男子会というのをやってまして、まあ、男子だけの飲み会で、まあ、その時はざっくばらんに話をさせてもらったりなんかしてまして、まあ、今回ニュートリションラボラトリーという勉強会立ち上げましたっていう話をした際に、ぜひなんか対談したいですねなんて言ってたんですね。今回お受けしてくれたということです。まあ、普段当時宮沢部長でしたんで、部長って呼んでますけど、宮沢先生と話ができるっていうのは非常に嬉しいですし、まあ、実際緊張もしておりますが、質問も今回 Twitter や Facebook 等でお受けして、たくさん質問いただきました。皆さんありがとうございます。まあ、僕の方で代表して宮沢先生に質問しながらいろいろお話を聞けたらなと思ってますので、ぜひ楽しみにしてください。また宮沢先生の方から重大発表があるということも聞いてますので、そちらの方もぜひ見てください。それではどうぞ。こんばんは、ニュートリションラボラトリーの斉藤です。こんばんは、太田です。今日は、宮沢先生の方にお越しをいただいて、いろいろと質問させていただきたいと思います。紹介の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、東京医科大学病院の宮沢と申します。どうぞよろしくお願いをいたします。今日はもう本当にラフな感じでお話をさせていただくということで、斉藤先生も太田先生もね、ご自宅からですけども、私も自宅から配信させていただきます。あえてノーネクタイでやらせていただきますし、まあ、普段斉藤先生とね、食事しながら喋っている、まあ、そんな感じで、皆さんに普段どんな話してんのかとか、どんなこと考えてんのかってことがお伝えできればいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。普段ですね、近森病院にいる時から宮沢先生とはご飯に連れてっていただいて、こちら関東に来てからもですね、ご飯、最近ちょっとコロナで、行く機会が減りましたけれども、先ほど宮沢先生があった通り、普段聞けないようなお話も聞けたらなと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。で、本日 の対談に先立ってですね、Twitter とか Facebook 等の SNS で宮沢先生の質問を広く、受け付けまして、質問も多くいただきました。で、その中で、今回いくつかちょっと厳選させていただいて、質問をもとにいろいろとお話を伺いたいなと思っております。では早速よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ僕の方から言わせていただきます。まず一つ目なんですが、栄養士として20代30代でやっておくべきことがあれば教えてくださいということでした。はい、栄養士として20代30代でやっておくべきこと、難しいんですけれども、パッと浮かぶのは3つですかね。3つあるんですが、まず1つ目はね、20代30代やっぱり若いですから将来ありますんで、やっておくべきことはね、大きな決断を実行すること、これが重要だと思いますね。成功した人、社会で成功した人ってね、その成功者の多くとか、多分ほぼ全員だと思いますけど、はい、その成功者って必ずね、たくさん失敗しろって言うんですよ。はい、
で失敗するからね、チャレンジするから失敗するんだとかね、いろいろそういう名言を残してる方たくさんいると思うんだけど、これはね多分ね失敗自体に意味があるんではないんだと思ってるんですよ僕はね。大切なのは失敗の手前にある決断しろっていうところが非常に重要な意味を持ってるんじゃないかなと思ってるんですよ。で物語がね、結果として成功したか失敗したかっていうのはねあんまり重要じゃないの実は。それよりも決断できたっていうことがねすごく若いうちは重要だと思うの。成功した失敗したっていうのはね40、50になってからねそれでいいんだと思います。20代、30代だったら、そんなにね、成功失敗ってあんまりこだわらなくてもいい。でどうしてかっていうとね、多くの人たちっていうのはね失敗どころかね決断もできずにほとんどの人人生終わってんのよ。決断せずに20代、30代で、そうなのでねやはりね大きな決断をねやっぱり若いうちにね実行するってことですよ。だからそれはねすごくやっておいた方がいいなと思います。まあ僕なんかはその一つの例えとしてアメリカに留学するっていう大きな決断を実行したんでね、やっぱりそれは今、50代になって本当にそれが生きてきてるっていうことになると思いますんで、まあ、やっぱり大きな決断を実行するということは重要かなと思いますね。それからね2つ目はね出会いを大切にすることですね。若い方々は、まあ、もちろん、ベテラン組もね出会いっていうのは大事なんだけど、特に若い人たちっていうのはね、出会いを大切にすべきだと思います。っていうのはね、チャンスってね多分みんな平等にあるんですよ、でそれをものにできてるかどうかっていうことだよね。でそのチャンスっていうのは出会いによって多分生まれてくるものだと思ってるんで、例えば今日ね初めて会った人がもしかしたらこっから先の自分の人生のキーパーソンになるってこともあるわけ。そうですね、はい。でね大切なところはねやっぱり過去の自分に助けてもらえることができるようになる。過去の自分に、過去の自分に助けてもらう、出会いを大切にしとくと。これどういうことかっていうとね、例えばついもう 2,3 日前にも実際あったことなんだけど、ちょっと今ね、僕の勤務先の東京医大でちょっと今困ったことが案件が起きていて、それで、教授クラスの偉い先生たちが今ちょっとお困りのことがある事柄が起きてるんですね、でそれに対してコメントが欲しいと、客観的なコメントが欲しいということで、専門医の先生を探してる、でも現役の大学の教授クラスでもなかなかその専門家を見つけられなかったっていう、ちょっと特殊な分野のドクターなんだけれども、特殊分野のその専門家の先生を探していた。でたまたまね僕のところにそのお話が来て、お前顔広いから、こういう分野の専門家知らんかって言われて、過去一緒にやってました仕事って言って、でその先生にすぐに連絡して、今ちょっとこういう案件で先生のコメントが欲しいんですけど、ちょっと面倒なお話ですけどったら、いやもうお前の言うことだったらまあしょうがねえやってやるよみたいな感じで、すごいね、ドクターの紹介を栄養士がしたってことですよね、だから結局ね、その時にやっぱり丁寧な仕事、丁寧な接し方っていうのをしてたことによって、もうその先生と一緒に仕事してたのは20年以上前の話なんだけど、そんな前の時の、だから20年前の自分に助けてもらったわけよ、今回、3、4日前に、だからねやっぱり出会いってすごく重要だと思うんだよね、なのでやっぱり出会いを一個一個大切にしていくっていうこと、が大事だし、やっぱりそのさっきも出会いを大切にするのするってことの最初に言ったように、やっぱりチャンスってみんな平等にあってね、やっぱりそのチャンスをゲットできるかどうかっていうのはすごく重要なんだけど、
希望や夢を持ち続けるって本当に大事なんだけれども、ただ思ってるだけだと妄想なんだよね。あ、そうですね。だから夢は叶えてこそ意味があるんで、だからその夢を叶えるためにもやっぱり出会いっていうキーパーソンをね作っていくっていうのは若い時代はとっても大事、で俺なんか特にそうだし、まあ過去の自分という話もしたけれども、やっぱりね僕がね振り返ってみて一番自分にとって良かったなと思うのはね、やっぱり人生節目節目の時にね、やっぱりねそれをね導いてくれる先生の出会いがあるんだよね。例えばどういった、例えばね、はい、高校生の頃、はい、まあ、進路に悩んでた頃、2年、高校2年生の終わりから3年生ぐらいの時に、でたまたま科学の先生にすごく、まあ、いろいろ親しいっていうか、まあ、化学の先生 と、仲良くなって、で放課後その先生がいろんな問題を出してくれて解いてくれてとか、はいはい、で結局理系の方に進んで、まあ、最初栄養士の学校に行く前にね、まあ、大蔵には話したと思うけど、はい、俺はもともと応用化学をやってたんで、まあ、そっちの道に導いてくれたのはその高校の先生だったし、その応用化学を大学で履修したっていうことがね、やっぱりその栄養学につながってる部分って大きいので、だからそこで栄養士の道を、まあ、開いてくれたのもその先生だったかなと思うしね、でアメリカに行った時は、まあ、大蔵も会ってくれたけれども、はい、バーグマン先生とかですね、もう一生の師匠に出会ったし、で近森病院では近森理事長にお会いできてるし、で今は、東京医大では菅野副院長、はい、腎臓内科の主任教授でね、まあ、腎臓病の栄養療法ではもう日本のトップの先生ですけどね、まあ、そういう先生と今一緒に仕事ができてるしっていうことで、やっぱりその人生の節目節目のところに導いてくれる先生がいてくれたっていうのはすごく僕にとってはラッキーなことだし、だからそのやっぱり出会いっていうのを大切に丁寧にね、やっぱり接していくってことがすごく重要かなっていうふうには思いますよね。それとちょっと話長くなっちゃうんだけど、3つ目のポイントは、はい、やはりね、世界に目を向けることです。これで、もうね、よく僕、学生実習の学生たちにもよく言ってるんだけど、もうね、はい、日本なんて狭いよって。もう行く行かないは別ね、もう、海外に出ろとは言わない。行く行かないは別としてもね、やっぱり世界の動向にね、意識を向けておくっていうのは、やっぱり若いうちじゃないとできないしね。だからやっぱりこれからはやっぱりグローバル社会だし、国境なんて本当にボーダレスになってくるし、本当に僕らが20代30代の頃と違って、まあ、今はちょっとコロナでね、なかなか国境の壁っていうのが高くなっちゃってるけれども、まあコロナがなければね、本当に国境の壁なんていうのは低い今わけだし、飛行機に乗ってポンと行けるわけだしね、ですからやっぱりその世界に目を向けていくっていうことはすごく若いうちには重要なことになってくるんじゃないかなと思うけどね、まあ、こんなことだと思います。はい、まあ、ちょっといろいろ、まあ、代表してということで宮沢先生にいろいろ質問をさせてもらいたいなと思うんですけど、まあ、一つ目のその決断をするっていうところなんですけど、まあ、先ほどアメリカに行ったのが、まあ、一つ大きな決断だったということでしたけど、実際宮沢先生がそのアメリカに行こうって決めたのはおいくつの時に行こう？ね、俺はね、アメリカに行こうと思ったのは、はい、23から4。23、4。じゃあ就職して、まあ、1年目、2年目ぐらいですよ。で実際行ったのがそこからまた少し期間があります。5年かかったんで28ですね。じゃあもうそこから決断したところからそれこそ夢を叶えるっていう話ありましたね。5年かかりましたけどね。ことでアメリカに行かれて、まあ多分これいろんな
あのところでもしかしてお話しされてるかもしれないんですけど、アメリカに行こうと思ったその、まあ、これちょっと宮沢先生の話になっちゃうんですけど、行こうと思ったなんかきっかけだったりとか出来事だったりとか。もう非常に単純なことですよ、アメリカに行こうと思ったのは、はいはい、NST の勉強したかった。でもその当時、うん、日本国内では NST がどこにもなかったんです、うんうん、もう今ではね、 NST が当たり前の、はい、のシステムになってるけれども、うん、その当時って、NST って本当に全国どこにもなくて、うんうん、でも NST の勉強はしたい、でも勉強する場所がない、うんうん、困ったなと思ってる時にある人のアドバイスで、いやその NST ってのはアメリカに行ったらどこの病院にもあるんでしょって。お、そうだ、日本にはないけどアメリカに行けばどこの病院でも NST やってんだ、じゃあどこ行ってもいいじゃん、じゃあアメリカ行ってきますっていう、そんな感じで。アメリカ行こうみたいな。うん。その時からもう、まあ先ほどの話じゃないですけど、ちょっと世界に目を向けたような感じだったんですかね。っていうよりはね、はい、向けてたっていうか、正直に言うとね、それがきっかけで向けたっていうのが正確だと思う、はい。ああ、なるほど。そこがじゃあ本当にきっかけだったんですね。そうそう。うん。最初からそんな意識が高くて、海外に最初から出ようなんて思ってたわけじゃなくて、はい、たまたまそういうきっかけがあって、やりたいことがアメリカでしかなかったから行きましたっていうだけで、うんうん、で、行ってみたら、やっぱり世界に目を向けとかなきゃダメだね、これからはっていうふうに、あそこで、まあ、それが正しいことだと思う。で、実際に行ったのは28の時で、うん、そこから2年半6ヶ月、ね、2年7ヶ月ぐらいですね、はい、でアメリカでやって、うん、でまた日本に戻られて、はい、で、まあ、最近だとやっぱり宮沢先生がアメリカにいたっていうのはやっぱり皆さん知ってることもあってか、20代30代でアメリカに行くべきなんじゃないかっていうのをまあ時々僕も耳にするんですけど、うん、それについてはどうですか。実際行った宮沢先生からそういう、まあ、ところもあって質問される人もいるんじゃないかなと思うんですけど、ね、正直言って僕はアメリカに行くことはお勧めしません。おお、しない、しない。これなぜかっていうとね、正直言ってそんなに甘くないアメリカはね、はい、日本と違って義理と人情じゃないんだよね、うん、権利と義務の社会行動なんで、はい、僕は教えたよね、覚えないのは君だからね、君の責任だからねっていう、そういう考え方が標準的な考え方なんで、だから分かんないからじゃあ今度丁寧に教えてあげますよなんて、そんなことはないわけですよ。はいはい。で、英語が喋れない、うん、それはお前の責任だろって。ああ、まあそうですね、うん、まず初めに結構そこが大きい壁ですよね。で、まあ、言葉の問題、今言った言葉の問題もあるし、うん、あとは何かな、文化の違い、はい、それから食生活も違うし、うん、宗教も違うし、価値観も全然違う。だから何ていうのかな、アメリカに行ったからすごいとかじゃないんだよね。わかるかな、この感覚。アメリカに行ったからすごいとか、アメリカに行けばすごいんだとか、うん、そうじゃなくて、うん、一番理想なのは日本でアメリカの教育が受けれれば一番いいわけですよ。そうですね、言葉の問題もないでしょ、うん、それからそんなにほら日本っていう国はさ、北海道から沖縄までそんなにこう価値観が違う、うん、まあ県民性っていうのは若干あったとしても、うん、アメリカほど違うわけではないし、で、あと経済的な問題だってあるじゃない、うん、やっぱり、はい、だからそういったことを考えたらやっぱり日本でアメリカの教育を受けられるのがやっぱり僕はベストだと思う。うんうんうん、だから大蔵も近森にいた時にね、俺がほら学生さんや研修生をもうほぼ無条件に受け入れてたでしょ。はい、うん、そうですね。あれはそういうことなんだよ。はい、それまあ今そうこの話実は飲み会で何度も宮田先生からお聞きしてるんで。うん、まあ、結構今厳しい話をしてアメリカにちょっとって思ったかもしれないですけど、じゃあ近森でそれできればいいんでしょっていうその発想を聞いた時結構衝撃で、で
特に近森の時は今度年間数百人近く多分受け入れてますね、うん、学生さんから本当に研修ます。ここであそこと同じ教育をすればいいんだろう、うん、これすごいな、これは結構衝撃でしたね、はい、うん、だからやっぱりそのね、高知というところでね、近森病院があって、はい、まあ、そこで、海外のアメリカで、まあ、アメリカと全く一緒ってわけにいかなくて、やっぱり医療システムも違うから、はい、全く同じ教育はできないとしてもですよ、うん、まあ、アメリカのシステムにのっとった形での教育っていうのが、うん、まあ、近森病院で今完成されてるわけですよ、うん、だから今後はね、やっぱり東日本でもそういう施設っていうのを作っていかなくちゃいけない、うん、そうですね、うん、だからやっぱりその首都圏で、うん、まあ、東京医大だろう、まあ、東京医大もそうだし、今大蔵がいるね海老名でもそうだと思うけど、はい、そういうところでやっぱりそういう今アメリカで学びたいと思ってる若い人たちが、うん、日本でアメリカの教育が受けれるような、うん、そういうシステムっていうのはやっぱり今後やっぱり僕ら先輩としては作っていかなきゃいけないんだろうなと思いますけどね、うん、いやいや、もう本当にありがたいことですね。ちなみにこれもし見てる方いたらぜひちょっとこれだけお伝えしたいんですけど、宮沢先生の部屋っていうのが当時近森病院の時ありまして、そこに行くとアメリカで使ったこう本とかですね、資料とかが置いてあってですね、アスペンとエスペンの学会誌がずらーっと並んでて、それ日本で普通に見れないんですけど、まあ、学会誌が全部揃ってますし、そのアメリカの時宮沢先生が研修した資料も全部残ってですね、今回宮沢先生が帰った後にすいません失礼しますって言って帰って結構見てました。ありがとうございます、勉強になりました。っていうので今でも東京大はそういう風になってるんで、見たかったなと思った、ね、本当にぜひですね、はい、あれだけでも、あ、本当にアメリカの教育をこっちに持ってくるっていうのはなんか本当なんだなっていう、なんかあれで見ただけでも、それはもう見ただけでも、うん、もうお宝の宝庫でしたね。もう隅から隅まですいません勝手に入って見させていただきましたけど、いいで、でも本当に鍵閉めてなくて全然見ていいよみたいな、うん、本当当時そういう感じだったので、うん、もちろんしますって書いてあったら見てました、はい、ありがとうございます、はいはい、あと、まあ、その、まあ、決断というところまたちょっとお聞きしたいんですけど、多分こう20代30代も、うん、決断というところまだ遅くないですか、まあ、今ちょうど僕も30代になりますけど、30代でも遅くないですか。いや遅くはないでしょ、はい、始めるのに僕は年齢は関係ないと思ってるんで、ね、ただ、若い時に始めた方が有利っていうだけ、うんうん、別に40代で始めても50代で始めてもいい、ただ若い時の方が覚えもいいし体力もあるから有利だっていうだけでね、でも別にスターティングブロックに足乗っける年齢はいくってもいいんじゃないって思いますよ。なるほど、じゃあちょっと勇気が出ますね、30代でもまだ、あ、もう全然大丈夫。ちなみに宮田先生の中で30代で、まあ、これはちょっと大きい決断だったかなとかっていうのはありますか。その20代はやっぱり近森病院に行ったことだろうね。あ、そうか、近森病院38かな、あ、近森病院行った時38歳だったんで、はい、やっぱり近森先生と一緒に仕事をしようと思ったのは大きな決断だったと思いますよ、うんうん、その当時その近森行く前はどちらに、鈴鹿中央に行って、あ、鈴鹿中央ですね、で、多分日本で初めての NST 専従の医療スタッフで、はい、栄養科じゃなくて NST に所属してたんで、あ、まあ、その当時多分そんな施設どこにも日本国内なかったと思うので、はい、日本で初めての NST 専従だったと思うんですけどね、まあ、それで非常に安定して安住した非常に仕事のしやすいところでお仕事をさせてもらってたんだけれども、うんうんうん、まあ栄養の世界ではもう無名だし、うん、20年他の病院より考え方が遅れてる近森病院に行くっていうのは、うんうん、やっぱり大きな決断と大きな勇気が必要でしたよね。でもさっきも言ったようにやっぱり近森先生と一緒に仕事をしたいっていう、うんうんうん、その気持ちの方が、うん、未開発の
未開の地だったけれども、多分近森先生と一緒に仕事をしたいっていう気持ちの方が強かったんだと思うんだよね。それで高知行きましたけれども。近森先生と初めてお会いしたのはいくつぐらい？近森先生とお会いしたのはいつぐらいの？僕がね、今から17年前の1月1日に近森病院に入職してるんだけど、それから遡ること2ヶ月前ですね。はい、あ、じゃあ本当にスピード、あ、それすごいですね。大きい決断ですね。初めて会って2ヶ月で、もう近森会のバッジつけてましたんで。いやー、38で2ヶ月で転職ちょっとできないな。できないな。確かに大きい決断。でもしかもあれですよね、むしろ当時はもう遅れてる、そうね、近森病院に行こうと、しかも2ヶ月後に、これは確かに大きい決断ですね。まあでも本当近森はあの当時ね、もう無関心層、反対勢力っていうよりはもう無関心層が多かったんでね、そこからやっていくっていうのが結構大変だったと思いますけどもね。ありがとうございます、はいはい、38でもって聞くとなんかちょっとあれですね、まだまだまだ若造だなって思っちゃいますね。ありましたね、数々の決断をされてきたということで、じゃあ次の質問をいかせていただきたいと思います。はい、じゃあ20代30代の頃、高いモチベーションをどのように維持されていたかっていうですが、モチベーションの維持ね、はい、若い頃のね、やっぱりね、基本的な考えとしては、やりたいこととかやらなくちゃいけないことをね、当たり前のようにやるっていうことかな。もうとにかくね、自分でやりたいことをやるの、まずは。で、ただね、そのやりたいこととかやらなくちゃいけないと思ったことを当たり前のようにやるって言ったけど、それにはやっぱりね、環境整備と仲間を作んないとダメなんですよ。環境整備仲間、はい、だから一人でね、これやるぞって言ったって、あいつ何やってるんって言って浮いちゃうんで、だからやっぱりその同じ気持ちを持った仲間を作ったりとか、あとはそれをやらせてくれる環境っていうのを作んないと、単なるスタンドプレイで終わっちゃうんだよね。だからそれはやっぱり整備した上で、やりたいこととかやらなくちゃいけないことって当たり前のようにやるってことが重要で、でモチベーションってね、やっぱりね、2つあるんだと思うんだよね、要素がね。で、1つはね、はい、内面的っていうか内発的なもの、内側から出てくるものと、それともう1つは外側から出てくるもの、外発的動機っていうのがあって、まず内発的動機っていうのはね、いわゆる目標に向かって行動することですよ。まあ僕が言ったやりたいこととかやらなきゃいけないこと、で自らの意思でやること。だから例えば栄養士だと、まあ今は厨房業務だけどベッドサイドで、栄養サポートしたいんだって言って、それをやるのが内発的な動機。それともう一つはね、外発的動機って言って、例えばそれをやることによってね、お金がもらえるとか、やらないと叱られるとか、逆に給料減らされるとかね、まあそういうのが外発的のモチベーションだと思うんだけど、内発的っていうのはね、多分モチベーションを維持することはすごく、楽なんだよね。だって自分で希望してやってるわけだからさ。でも行動を始めるのが結構難しいの。っていうのはさっき言ったみたいに、環境整備と仲間ができてないと、あいつ一人で何やってん、浮いたやつみたいなことになっちゃうんで、だからね、内発的っていうのは維持はされるんだけど、スタートがやりづらい。で、外発的っていうのは全く逆でね、スタートはしやすいわけよ。だってやらないとお給料減ったりとか怒られるわけだから、ね、でも持続するのが今度は難しいわけよ。はい、だからこの2つをね、こうどうやって自分の中でうまくこう噛み合わせるかってことがすごくモチベーション維持には大切なんだよね。なので
その2つのことを内発的なものと外発的なものをね組み合わせる上で大切なことはね、まずはね、まずちっちゃい目標から設定することだと思いますよ。いきなり大きい目標ではなくていいの。例えばね、1週間に1回病棟に行くってそれでいいの、最初は。それだけでも小さい目標をまず設定してやっていく、これが重要だと思います。それからあと1日のタスク決めた方がいいね。今日はこれやろうみたいなね、はい。それからオンとオフはちゃんと使い分けること。やっぱりアクセル全開じゃダメだ、たまにはブレーキも踏んで、で自分を休ませてあげる。そのモチベーションガーッと上がってんのはいいんだけど、上がりっぱなしじゃなくて、上がりっぱなしだとね、視野が狭くなっちゃうのよ。なのでたまにはオフをしてクールダウンして、ちょっともう周りも見回せるぐらいの余裕持った方がいい。それとやっぱり自分のやってることの進捗を確認することはね、モニタリングが重要。それとね、僕が心がけてたのはやっぱり成功した人のねやり方を真似すること。このね5つぐらいいったかな、そのぐらいかな。そういうことをやることによってね、多分モチベーションってのは維持されると思いますよ。手帳がすごく綺麗で、予定がすごくきちっと決まってて、多分それで、まあ、小さな目標とか少し先々の目標設定しながらやってるんだろうなっていうのは、うんうん、よく見てたんで、僕もあれ真似しました。うん、ね、あ、そう、手帳ちゃんと、ちゃんとした手帳買って、うんうん、定規で、定規でちゃんとこうピッピッってやって書いてるのを見て、うん、あ、なるほど、真似しようと思って。もうそれこそ、うまくいってる人の真似をするのはいいって言ってたね。うん、真似しようかと。ノートとかスケジュール帳の汚い人は仕事できないよ。俺はそう思ってる。なるほど。うん、だからよくメーカーさんでね、営業の方とか来て打ち合わせをするときに、その営業担当の方のノートとかがちらっと見えることがあるんだけど、もう殴り書きしてる人はね、うん、やっぱりね仕事が雑。これからあれですね、メーカーさん、うん、宮田先生とか行くときすごい綺麗に書いてますね。うん、だからね、やっぱりねノート、自分のこと綺麗に書くとか、やっぱりねそのことによってねタスクがちゃんとね明確化されるんでね、うんうん、だから字が綺麗とかね、字が上手とかそうじゃないんだよね。こう綺麗にちゃんと整理して書かれてるかってことが重要なんだと思うな。うんうん、ものすごい綺麗です。見ていただきたいぐらい、なんかそれで本が出せるんじゃないかぐらい綺麗だね。まあほら、結構ねこう見えてもスケジュール結構多いのよ俺。うん、なので殴り書きにしとくと分かんなくなっちゃうってのもあるんだけどね。だからもうそれこそタスクごとに色を変えるとかね、もうそれはもう自分でアレンジすればいいと思うんだけど、やっぱりねこう見た時にね、やっぱり第一印象として、あ、綺麗に描けてるっていう方が僕はいいと思うな。仕事できるやったと思うな。ちなみに僕その進捗状況の確認っていうのはあまりそういえば聞いたことなかったなと思ったんですけど、うんうんうん、普段どういうふうにチェックしてるんですか。ほら小さな目標を立てるったでしょう。はい、だから、それから逆算していくんだよね、俺の考え方っていうのは。例えばある案件があって、これをじゃあ9月までにやろうと、うんね、9月1日には完成しようと、うん、そうするとじゃあこの作業は8月の第3週までに終わらしとかなくちゃいけないなっていうことで逆算をしてくるわけね。うんうん、でその時になった時に、あ、予定通り、あ、今週は8月第3週だけど当初の予定通りのところまで来てるかなっていうところを見るわけです。なるほど。で遅れてれば、あ、ちょっと少しタイトにやっていかなきゃいかんなっていう感じになってくるし、まあ予定通り行ってればまあそれはそれでいいし、まあほとんどないんだけど早く
終わったなとかね、うんうんうん、まあ遅れることあっても僕は早く終わることはないので、でもたまにあるかもしれない。どれぐらいのスパンで目標、まあ一番長いのだと、一番長いのだと1年だね。ああ、やっぱ1年ぐらい。うん、1年ぐらいはやっぱり見てるの、あのプロダクトはあります、うん、ありますよ、そういうのは。うん、うん、3年とか5年っていうよりは割とこう1年ぐらいのところを。あのね、3年5年になるとね、今度ね、計画じゃなくなってくるんだよね、夢になってくるんで。ああ、なるほど。あ、目標と夢をこうちゃんと、そうそうそう、だからプロジェクトとドリームは違うわけでは、うんうんうん、だからプロジェクトはちゃんとプロジェクトとしてやっていかなきゃいけない、はい、だからそれは1年ぐらいかな、プロジェクトは、うんうんうん、ああ、なんかでもそれは確かに大事かもしれないですね、うん、確かに明確じゃないかもしれないですね、3年5年。なんか今いいこと聞きました、ありがとうございます、はい、真似します、またおいおい、どうぞ。はい、はい、オンオフのところですけど、矢、うんうん、先生ってオフあるのかなっていうのは。オフありますよ、単純に。オフめちゃくちゃありますよ、単純に。一緒に釣りに行ったやん。あれって本当、年に本当数えるぐらいですよね。そうね、まあ、はい、それでいいんじゃないのと。あのほら、1週間に1回オフ作んないと、はい、もうごちゃごちゃになっちゃう人もいれば俺みたいに3ヶ月4ヶ月に1回でもなんとかなるっていう人もいるんで、うんうん、そのオンのね、タームってのはもうその人が決めればいいことでね。あ、なんか、うん、俺はもう3ヶ月か4ヶ月に1回あればもうそれで十分ぐらい、うん、いや、僕もちょっと宮沢先生の生活がたまたま1ヶ月ぐらいその土日がちょうどいろいろ入った時があったんですけど、1ヶ月でダメでしたね。 あそう。あ、やっぱり1週間に1回はないとダメかな。そこはじゃ あの別に真似できないなと思いながらも、うん、まあそれはね、あのそれぞれの人のあのなんていうのかな、はい、あのサイクルがあるんで、うん、うん、あ、よかったです、ちょっとほっとしました。これやらないとダメなのかなと思って。いや、そんなことない。あ、はい、さん、ありがとうございます。ちょっとそこだけ聞きたいなと思って、はい、はい、じゃあ3つ目に行かせていただきます。はい、世代間でモチベーションも異なってきますというところで、今後次世代に必要なもの、つないでいかなければいけないものは何にしますか、うん、という質問です。はい、あ、世代間でね、管理用紙の価値観が違う、確かにそうだよね。まずね、その質問で僕キーワードになることって何かと思ったんだけど、はい、やっぱりね、次世代につなぐってことはどういうことかっていうことだと思うんですよ、うんうんうん、で、次世代につなぐっていうのはやっぱり先人の知恵を私たちの中で生かすっていうことだと思うんだよね、うん、先輩たちの知恵をね。だからこの先人の知恵を自分たちの中で生かしていく、それが伝統となって文化になっていくっていうことだと思うので、うん、やはりその次の世代につなぐものっていうのは何かって言われたら、もう一言ですよね、悪い文化をつながないこと。うん、もうこれに尽きることでしょうね、うん、なのでやっぱりその悪い文化をつながないっていう目を持つことがまず最初なのかなと思いますけどね。だから僕らが当たり前のようにやっていること、毎日管理用紙としての業務として当たり前のようにやってるけれども、うん、本当にそれってみんながやってるルーチンワークって自分たちって分かって、意義を分かってやってんのかなってすごく思うことあるんですよ。ああ、自分でそれを説明できるかどうかみたいな、うん、そう、なんでこの業務やってんのっていう、うんうん、いや、あの先輩がやってたから、いや、それは違うでしょうっていう時もあると思うんだよね、うんうん、なのでやっぱりその、うん、悪い文化をつながないっていう目を持つってことが重要なのかな。単なるこう先輩や上司からこれやる理由もなく、これこういうふうにやるんですはいって言って、自分もやって何も説明せず後輩につなげてくって、この文化はやっぱり断ち切らなきゃいけないんじゃないの。どうしてこの業務が必要なのか、つまり患者さんにとってこれをやることによってね、患者さんたちがハッピーになるよっていうこと、それがやっぱり良い文化だと思うので、うんうん、だから
それをちゃんと見極められる目っていうのを持ってないとダメだろうねって思うけどね、まあ、例えばどちらかというと30代で受け取る方かなと思ってるんですけど、うんうん、やっぱりそういうのは例えば同じ職場だったら先輩だったり上司に目的だったり意義をまあしっかり確認するっていうのがまあスタートですか ね、うん、いやだからやっぱりこう今ほら、さっきも話し合ったように、アメリカの経験があったりとか、はい、まあ、大蔵なんかよく知ってると思うけど、ほら最近俺アジアいろいろ出かけてて、ね、はいはい、で中国やシンガポール行って向こうの栄養士さんたちとお話ししたり、向こうの栄養士さんたちに、まあ、講演会開いたりとかね、うん、してて、まあ、向こうの病院給食なんかも見たりとかしてるんだけど、うん、なんかやっぱりね、世界から見るとね、日本の病院給食ってね、やっぱりね、不思議なところいっぱいあるんだよね。なんでっていう。あ、なるほど。でもね、それがね、俺はね、すごく問題だと思うのは、それをね、司っている現役の日本の管理栄養士さんがちゃんと説明できないっていうのがね、一番問題点だと思うんだよ。なるほど。だから俺よくほら、大蔵にも言ったと思うけど、はい、近森にいた頃ね、うん、あの部外輸食よ、うん、部外輸食、ね、はいはい、流動3部5 7って上がってっけど、なんで3 5 7なんやんって言ったじゃん、うん、はい、ね、2 4 6じゃダメなのかいって、うん、医学的差異はどこにあるのかって、うん、でも全国どこの病院行っても3 5 7って、うん、ね、ステップアップはしてっけれども、その3 5 7の意味をちゃんと説明するできる栄養士ってどれだけいるんっていうことでしょ、うんうん、そうですね、ね、だから2部が言うじゃダメで3部じゃなくちゃいけない理由ってのは何なんだっていうか、うん、そういうことって、うん、なんかやっぱり悪い文化とは言わないけれども、うん、なんかやっぱりそういうのってなんとなくこう病院では3部が言う出すのが当たり前ですよみたいな空気で伝えてくってのは、うんうん、もうそろそろやめた方がいいんじゃねって僕は思うけどね、うんうん、なるほど。まあ、これでも例えばこの質問してきた方なんかそうじゃないかなと思うんですけど、施設でこう上司とか先輩に聞いた時にやっぱり答えが返ってこないと、返ってこないだろうね、いう時にじゃあちょっとこうどうしたらいいのかななんて考えての質問じゃないかなと思うんですけど、だからね、やっぱりね、そのじゃあ返ってこないんだったら、じゃあその質問した人がね、じゃあベテランになって管理職になった時にさ、今のその管理職と同じことをやりますかってことでしょ。将来の自分は今の上司と同じことをやるかってことでしょ、ね、うん、だから今もしょうがないとしてもですよ、ね、うん、その質問してくださった方が、まあ、仮に20代だったとしたらね、うん、あと20年して40代、うん、まあ、管理職候補かもしかしたら管理職になってるかもしれないけど、うん、そのぐらいのベテランになった時にね、うん、やっぱり部下から聞かれて、うん、ちゃんとレスポンスがなくてね、うんうん、これでいいのっていう話になっちゃうよ。確かにそれがつながってきたってこともあるってことですね、うん、だからだったら今はしょうがないとしてもね、自分がそうならないようにするためにはどうすればいいのかってことを20代のうち考えておけばいいんじゃない、うんうん、なるほど、確かにそうですね。いやこれでもまあ、今ちょっと微妙な立場で30代で、まあ、今宮田先生からいろいろ話聞いて受け取る側でもあり、まあ、ちょっと部署長ということもあるんで、こう下の子に説明をしなきゃいけないっていう立場なんで、ちょっとあれですね、こう身が引き締まるあの話で、まあ、そこはちょっとですね、意識して目標だったり目的だったりいい気っていうところですね、はい、ついついこう業務してるとこう忙しかったりでこうやり方だけをこう説明するしがちだなと今ちょっと聞きながら、ちょっと来週から気を引き締めて、はい、はい、やりたいと思います、はいはい、じゃあ最後の質問です、はい、急性期病院の栄養士の課題は何だと思われますかとの質問です、はい、ね、いくつかあるんですけれども、はい、やっぱり一番の問題点はね、病態を把握するっていうのが苦手な人が多いってことですよね。それがなかなかみんなの悩み事になっちゃってるっていうところで、はい、結構それに対しての問い合わせだとか、うん、まあ
こういうところどうなんですかっていう、こうサポートの依頼とかがね、来る。ただやはりみんな忙しい、特に急性期ってね、忙しいし人手もいないしローテーションも厳しいしっていうことで、さらにやはりいろんなそのセミナーとかに行けば、受講代もいっぱいかかっちゃうし、行くまでの交通費がかかったり宿泊費がかかっちゃったりとかね、なかなかその20代30代の皆さんたちに僕らが今持っているものをバトン渡すっていうことがなかなかできづらいっていう環境があるっていうことはもう分かってますんで、なのでそれに向けて、今度動画を、セミナー動画をやろうと思います。はい、もうまさに今の臨床の、まあ、知識だったり病態把握とか理解というところが、まあ、急性期特に足りないというところで、まあ、今動画って話に出ましたけど、今後なんかオンラインの勉強会を始めるというふうにちょっと伺ってますけども、はい、そちらの方ちょっと詳しく教えていただいても。そうね。9月ぐらいをちょっと予定してますけれども、はい、オンラインでの、まあ、ライブというわけにはいかないんだけれども、はい、収録したものに関しては、まあ、僕らが持っているものを皆さんに、知識の共有化っていうのをしていきたい。だからそれのセミナーをやっていきたいと思ってます。で、まあ、一つのテーマを5本から6本ぐらいに分割して、うん、まあ、1本あたりの時間をね、まあ、20分から40分ぐらい、うん、まあ、平均30分ぐらいで見れるような形にして、はい、お手軽な形にすると。で、価格もまだ決定はしないんだけれども、リーズナブルな金額で、皆さんにご提供できたらいいなと思ってます。でもちろん僕だけでね、すべての領域をカバーするってことはなかなか難しいので、まあ、大蔵にも手伝ってもらって、はい、大蔵で、やっていこうと中心になってね。でたまにはね、はい、ゲストスピーカーなんかも呼べたらいいなとは思ってるんだけど、まあ、そんなのをね、9月ぐらいにちょっと始めようと思ってます。だからそれに先立ってホームページなんかも今、はい、準備をしているところなので、はい、こちらのニュートリションラボラトリーでの広報ですとかは、はい、まあ、そのホームページですね、まあ、そういったところでもお伝えをしていこうと思いますし、はい、あとは、一部の、まあ、企業の方々にも、広報のお手伝いをお願いしてますんで、はい、まあ、もしかしたら皆さんのね、所属先で、そういうパンフレットが渡されるかもしれませんけれども、はい、ぜひ多くの皆さんにね、それを受講していただいて、みんなでスキルアップができる、まあ、急性期病院の課題っていうのをクリアできるようにしていけたらいいなと思ってますけどね。あ、なるほど。じゃあオンラインってことはもう好きなところで、そう、まあ、その移動とか宿泊もせず見れるっていうこと、自宅で見れると、はい、急性期のところで、まあ、そこも少しお話をいただきましたけども、また9月ぐらいを目処にしてますに、ホームページが立ち上がって動画が見れるようになると、はい、配信になるとでございます。はい、でまあ、それぞれの広報は、まあ、ここのニュートリションラボラトリーでもじゃあさせていただきますので、また今後も、はいはい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしたらまた質問を他にもたくさん受けたんですけれども、まあ、今日はちょっと時間の関係でここまでということで、また次回2回目3回目もしですね、対談このような形でさせていただければ、またいただいている質問もいっぱいありますので、はい、話を聞けたらなと思ってます。はい、了解です。はい、はい、じゃあ今日はこれで時間になりましたので終わりたいと思います。はい、本日は宮田先生ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。